ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、おかっぱりでこちらの方の仕掛けを使って釣っていきたいと思います。パワーイソメですね。パワーイソメにこのですね、あのジグをつけてルアーで釣っていきたいと思います。今ちょっとつつかれましたね。残念。このパワーイソメソフトというものを使っております。太さは中です。ね、このようにあのソフトルアーを使ってみたいと思います。あの赤い染めの形をしたソフトルアーです。はい、今日はですね、あの釣りの合間にですね、こちらのリプトン紅茶を作って飲みたいと思います。まあ例によってですね、こちらの方のポータブル電源を持ってきましたので、これで湯沸かして飲みたいと思います。水を入れて、今回ですね、あの12ボルト冷圧計器つけてます。温度がですね、これで分かりますね。 79% で26度ですかのバッテリー温度ということで、12.6 ボルトあります。それではですね、お湯を沸かしていきたいと思いますので、メインスイッチをオンにして、こちらもオンにします。その間ですね、こちらも用意していきます。このようにですね、
こう三角のがついております。こちらのですね、美味しい入れ方を書いてありますので、これに沿って作っていきたいと思います。まず100度まで沸騰したてのお湯でカップを前もって温めてと、温めることできませんので、まあ、これは常温のままでしょうがないと思います。で、注いで蓋をして1分、ティーバッグを3回揺らして取り出すが出来上がりということです。ということです。もう沸騰し始めてますね。あ、沸騰しましたのでスイッチを切りたいと思います。それではですね、お湯を入れます。蓋をして1分です。では1分測りたいと思います。はい、1分経ちましたので3回揺らして1、2、3、それで出来上がりということですね。じゃあいただきます。あったかいコーヒーです。あったかい紅茶です。香りがいいですね。自然の中で飲むお茶っていうのは本当に格別です。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またあのコメント欄とかでいろいろですね、ご指導とかいただければすごい嬉しく思います。またチャンネル登録の方もですね、していただければもっと嬉しいです。それでは失礼いたします。マイクでした。